まああのお酒飲もうがタバコを吸おうが自分以外のことっていうのはまあ他人事なんですよねまさに文字通りですんで人のことを指さしてね「酒飲んでなんか意味あんの?」「人生って聞いてなんか意味あんの?」まあ、さにねうん本人にしか意味はないし本人にしか関わりがないんですよ。どんなななにに釣釣釣りりりががが好きで釣りが上手になろうとも自分が釣りの楽しみを知らなければ 無駄なことやってんなーって感じるし釣りが大好きな人に言わせれば釣りの楽しみを知らないなんて人生の楽しみの半分を失うようなもんだよって言うんですよねみんなパーソナリティー違うし育った環境も違うし趣味嗜好違うから仕方ないですよねまあそれでねどんなことをしようとも人っていうのは批判には本当まみれると思うんですよ お金つく中で他者の批判っていうのはあってそれによって自分のモチベーションが上がったり下がったりするんですけどもなんかそこがそもそもね妙な話であの他者との関わりを持てば持つほど批判にさらされる可能性も高くなるんですよねだから極限まで他者ってものを切っていってまあ批判もねある程度はいると思いますけども受け取り側の気持ちですよね今日はあの勝海舟の言葉をちょっと引用しましょうか それはですね、行いは俺のもの、批判は他人のものっていうふうに完全に切り分けてることなんですよ。だから他人がどんなに批判をしようが、それはその人の権利だし、楽しみ方だからいいんじゃないのと。ただ、俺の行いは俺がやるから、別に止まらないよってことですよね。もちろんその中には、的を射た批判っていうのもあるかもしれません。賢い人っていうのは、批判のような、たしなみをするんですよね。 だからあなるほどなそれも一理あるなと思ったら自分の行いっていうのは変更する余地が残されているけどもでも単なる批判っていうのは聞くに値しないわけですよねで単なる批判っていうのはやっぱりこう知恵の乏しい人がやるっていうふうに考えていたそうです要するに自分が挑戦もしてないのになんか批判をするっていう感じですけどもあ,のあるねマージャン大会の話聞いたんですけどもそのマージャンっていうのはどこで誰かが決めたか知んないけど段っていうのがあるらしいんですよ この辺りからもうバカバカしいなと私は思うんですけども、麻雀に段があるって。ね。9段とか10段とかあるらしいですよ。じゃあ10段ってものを決めた人ってのは11段以上なのかってことでしょ。だから、10段でもない人が10段を認定するっておかしな状況が続いてるんですけど、まあまあそれはいいでしょう。まあなんかね、8段9段10段が集まる麻雀大会で、なんとかその出動権をもぎ取った人がね、たまたま生きやがってって言われてるらしいんですよ。たまたまあいつは運に恵まれて、 決勝卓残ってるよねって。うん、で、本人は、いやー、ただここまで来たぜってからね、頑張ってるのを、すごくね、批判されてるんですよ。息巻いてるっていうかね。たまたま上がったやつがなんか吹いてるよみたいな感じですよね。でも、文句言う人とか批判する人って、そもそもそのステージに行ったことすらない人なんですよ。だから、そのマージャン大会でね、決勝に行った人を、うんだなんだと批判するとしたら、マージャンってのは所詮、 たまたまとか運が良くてで結晶宅に残れるようなそんな薄っぺらい世界なんだよってことをますます肯定しているようなことになるんですよね運とかたまたまでは登り詰められないようなところに行ったっていうふうに考えたらあいつついにあそこに登るようになったかっていうような形でそもそもそこの世界にいる人をなんかね、あのー、肯定することにもなるんですよねでもたまたま結晶宅に残ったみたいなことを言えば言うほど そもそもずっと決勝宅にいた常連さんは、あ、たまたまの人間が俺の目の前に来るほど、俺は大したことない人間なんだって評価を受けてるんだなっていうふうに思わなくちゃいけないんですよね。まあ麻雀に限らず勝負事ですけども、お笑い話でね、こんなのもあるんですよ。ある人がね、やってきてるんですよ。いやー、俺この前さ、すごい人と対戦したんだよ。なんかね、その人が座っただけでオーラを感じたの。全然叶わなかった。いや、すごい人だった。 って言うんですよでその話を聞いた人がね何て言ったかっていうと「いやすごい人だったかもしんないけどもいやお前と試合をしてる時点でその人すごくないから」って言うんですよね <laughs> つまり大体同格の人が引き寄せられて集まるってことなんで天地の差のある人が同じ宅にはつかないっていうねまあ、世の中の心理上がっていけば上がっていくほどそこに住んでいる人に出会えて今まで一緒にいた人とは話が合わなくなってくるってことなんですよね えーまあ、私もねこうやって10年間情報発信してますけども、まあ、ナミさんとね芳根さんっていうのがその10年という単位でそのステージに乗ってるとしたら他の方はねああだこうだ言っても5年ともたないわけじゃないですかいや3年かそう考えたらやっぱり10年間こうやってね一緒にほぼ毎日情報発信をしながら関わり合ってやるいただける関係っていうのはねありがたいことですよね。 まさに、その、行いは俺たちのもんですね。で、批判っていうのは、評価っていうのは他人のものです。他人が自由に、自分が気に入った人、気に入らない人を評価すればいいって話なんでね。で私たちは、自己評価っていうか、自分の内側をもっともっと彫り込んでいけばいいのかなと思いましたね。何でも学びあるもんです。いってらしい